先週、徳島県庁で持続可能な働き方をテーマにしたオンラインの説明会が開かれました。参加したのは、企業に勤めたまま地方に移住する、転職なき移住など、新しい働き方に関心のある都市部在住の方です。スキルやノウハウを生かし、地域づくりや社会貢献活動など、複数の役割を担う副業人材になることが期待されています。よろしくお願いいたします。この日は有識者による講演やパネルディスカッションが行われ、徳島での副業イメージを膨らませる機会が設けられました。県は2021年度にサステナブル副業プロジェクトを発足しており、都市部から優秀な人材を呼び込むことで労働力不足などさまざまな課題解決を目指す考えです。徳島の企業様に